にちは、かくすけです。セブンを続けていきますね。洞窟に入って2人を助けに行きます。いけるかな。まあ最初はね、試しですよね。こっち？あ、これ迷いそうな勢いだな。じゃあ全員と戦う必要はないのかもしれませんね。とりあえず最後の見張りは絶対に倒さないといけないけど。お、なんかいるね。こっち？お、なんか出てきました。これはゲルマですね。戦う。ここの敵は大体ね、行動パターン。気まぐれなんでね。そんなに編成は変える必要ないと思います。編成終了。戦闘。で、後ろの隠すたちを出すには2回ローテーションしないといけないんですよね。できるだけ前の2人だけで行きたい。いいよ。いいよいいよ。で、ローテーションしない。でも1回し、そう、2回連続で守ったりとか攻撃アップとかはできないんですよね、これ。なのでローテーションしないとダメですね。で、相手回復するんでしょ。15回復か。 OK、 エクストラアタックで、ここの2人は弱いんですぐに回します。で、この3人で回復するよ。ルッケル頑張れ。で、これで力強くして攻撃。うわ、補助して。あー、次回復するか。あ、回復薬一緒にしてない。しまった。お、でも1しか食らわないのか今回。いけ、いいぞいいぞいいぞ。でもやっぱり回復は隣に置いておかないとダメですね、回復薬。ゲルマとの戦いに勝利しました。じゃあどうしよっかな。現実師2人はやっぱいなくていいかな。編成でしょ。あんまりね、6ターンぐらいじゃオーラできなかったっぽいんで、回復薬をね、一応ここにつけておいて。あ、このパーセントっていうのは多分狙われやすさだと思うんですよね。で、ここは 20% か。じゃあこうかな。この人は別に強くしなくていい。防御だけできればいいから、隠す毛をここに置こうか。ラフルはね、単体で頑張ってもらいましょう。これでどうでしょうか。攻撃力も防御力もアップできるって魔女助かりますね、あれ。いやー、これは力になりそうだ。右の方はいけないか。さっきは完全にずっと右の方に来たんで、次は、上に行って、で、左の方に向かっていきます。あ、出てきたっぽいですね、敵。あ、そうでもない。左の方に、お！あ、こっちに手前もあるのか。あ、しない。あ、これが最初のとこか。なるほど。じゃあ、奥側に、あ、門のようですが、塞がれていますか。じゃあ、左側行きましょう。で、お、ここら辺いる？なんか。じゃあ、やっぱ全部倒さないと開かないとかかもしれませんね、これ。でも門番って書いてあったんだよな、最後に書いてあるの。ゲルマ2だ。戦う戦う。これが門番銃って書いてあった気がしますよ。まあこれはそのままで行ってみましょう。そのままっていうか、さっき変えたね、これね。いやー、勝てるかな。幻術師2人いたから結構強かったけど。はい、頑張って。よしよしよし、いいよ。
で、守ってもらった人はそんなに攻撃力高くならないんですね、多分。あ、なりますね。素晴らしい。ステイ、そのままです。で、他の人が攻撃受けてくれないかな。そしたらまだ 回さなくても済むんですよ。もう、そんなことしてくるよね。ここちょっときついよ。なんで連続して攻撃してくるんだろう。なんかあのパーセントが高いと2分の1の確率ってことですよね。それなら他の人攻撃したってわからなくもないんですけどね。うん、攻撃。でも魔女さんが一発でやられなくてよかったですね。6ターンだっけ。 1,2,3,4 あと2回、2ターンか。だってもう次で削れるんじゃないかな、多分。うん、相手も回復するけど16ぐらいなら。お、いいぞいいぞ。そこをまず守って攻撃して、あ、いけるいける。もう一人攻撃できるもんね、モンゴさんがね。あ、まだだ。でもステイで大丈夫、この守ったからね。うんうんうん、いいよ。ゼロ、よし、倒した。これでひょっとしたら門が開くかもしれませんね。うん、ゲルマだったはず、守ってるのは。勝利しました、ビクトリー。で、開きますか。あー、開いてないな。やっぱ全部倒さないとダメなのかな。開いたらね、ちょっと音がしたりすると思うんですよね。でも開いてるかもしれないんで、一応こっち側に行ってみましょう。こっちね。開いてないな。じゃあ左に行って上の方に行きましょう。こっから上に行ってないんですよね。お、来ました。ガルム2ですね。今回も大丈夫なはず。ここの敵は全部同じような感じだったんでね。うん、いいよ。そのまま。編成終了。戦闘です。ほい。バラバラにね、攻撃してくれたらね、回す必要ないんですよね。ずっと見てるだけでいいんですけどね。うん。まずはその人。ファリオンさんはね、ちょっとね気持ちばかりの攻撃をねしてもらって、で、2連続で攻撃力強化は、あ、ちょっかできるできる、あ、できないできないできない。そっか、じゃあやっぱ回した方がいいのかな。でもまだ強いからいける、いけるよ。真ん中の人攻撃してくれないかな。いいぞいいぞ、思った通りだ。いいよ。で、攻撃して、あと1ターンすれば勝てますね。1回も回さずに勝てるぞ、これは。うんうんうん、お、オーラが出ましたね。そこまではいかなさ、いいね、バラバラに攻撃してくれるね、この人。よし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 、今回は大勝利ですね。ガルム2との戦いに勝利しました。あとはね、ガルム1との戦いだけですね。今回のステージは結構簡単なんじゃないですか。まあ、その分編成に時間かけましたけどね。で、左、あ、いけないな。ん？え？ちょっと待って。ん？ちょっと待てよ、これさっき言ったところですからね。あ、右側探索不足だったかな、ひょっとしたら。じゃあ入ってすぐ右側のところに行ってみましょうか。こっちだっけ？うん、一回消えて、中央に行きますね。で、これ開いてないよね。右側に一匹しか倒してないんでね。あ、こっち側か。こっち来てないね。あ、いや、こっち、こっちに行ったのか？あー、もう道がわかんないな。あ、ここで先戦ったのか。そっか、こっから先はないよね。じゃあ上側に何か道があったのかな、気づかなかったけど。
こっちじゃなくて、ここも大丈夫、一本道でしょ。で、左も、これ違うでしょ。で、こっから上か。あ、いたいたいた、ガルム1。これが最初に戦うべきだったんじゃないかな、ガルム1って。うん、いけるいける、このメンバーならいけるよ。うん、行きましょう。勝てる勝てる。今回は全然つまずかなかったな。うん、いいよ。いやー、やっぱね、攻撃力強化強いですね。うん、2倍ぐらいになってますもんね。あのオーラと同じぐらいなのかな。はい。あー、2連続でそこ来たか。でも10ダメージならあと1ターンはいけるでしょう、あの人。なんか一番最初に戦ったのが一番苦労しましたね。回復必要じゃなかったね。一番最初に戦って苦労したから回復必要かなって思って連れてきましたけど、必要なかったな。あと1回攻撃受けられるもんね、あの人。いいよ。そっか、3回ぐらい回復し続けたらオーラができたんですね。 OK、 簡単でしたね。うん、ビクトリーです。いや、バルとか連れてきたかったけどね、せっかくだから。よしよしよし、これで開いたんじゃない。うん、一通りの魔物は退治したはずね。駆け落ちした2人はね、もうだいたい場所、そう、行ってみましょう。そっか、これ全員倒さないといけなかったんですね。全員が門番みたいな。お、うわうわ、調子いいな。開いた時に来て、ん、見ての通りさっきまで下がっておった門が開いたので入ろうとしたのじゃが、見たことのねえ魔物。あー、やっぱボスがいますか。ちゃんと一度に前列全員に攻撃、困るなぁそれ。そうですよ、また別々に挑むんじゃ。ほらね、だって魔法使いの攻撃力ね、強化したってあんま意味ないですからね。あ、でも剣闘士なら勝てそうな気がしますけど、攻撃力強化してね。あ、でも防御力が強化できないのか。絶対相性がいいのになー、この2つの職業。はーい、敵の情報見てみなきゃね。列攻撃があるんですね今回。ほい、話しかけてみましょう。大将とここまで来たはいいが、まだあんな化け物がいるとは思わなかったぜ。いいとこ取りしようとするからね。なんでこんなややこしいことになったんだ、あのバカ息子めが。いまいましい魔物め、リムリットに何かあったら、そんな厳しくしなかったらね、こんな駆け落ちなんてせずに済んだのにね。またしても返り討ちになるなんて。初めて見たわ、私らの力だけじゃどうにもならないわよ。それ分かってるんならね。力合わせればいいのにね。で、セーブを3つ目にします。よしよし。ボスがね、さっきみたいに簡単に行けばいいんでしょうけど、今回は列攻撃か。いっぺんにガードを外されるってことですよね、つまり。うわ、竜じゃん。うわ、すっごいしっかりした竜じゃん。これはきついぞ。気まぐれに攻撃。8列だって ?8 列?1回待って234列攻撃さ、連続で来るのか。最も奥に潜む謎の魔物、時折繰り出す強力な列攻撃は前列全員にダメージ。あ、じゃあ8のダメージってことかな。空気の薄い洞窟では6回の攻撃ターン以内で倒さないと兵隊の負けになってしまう。そっか、空気が薄いから6ターンだったんだよね。そっか。まあ、とりあえず、この編成でいい感じ。
感じだったので、このまま行きます。話し声が聞こえるわ。お、なんだか騒がしいような。心配いりません。さあ早く始めましょう。ギアル様。あーなるほどね。教会の人が来たっていうのはなんか牧師しますよっていう感じだったんですね。うん、この先で式をやろうとしているんだな。あ、お二人とも例のものありますね。これ。うん。よろしい。それぞれの家の思いがこもるこの聖なる石を用いて式を行えば、何人もあなた方の間を裂くことはできなくなるのですよ。魔法の石だね。二人とも持ってたんだね。ここで二つゲットとはちょうどいいね。あ、見つかった？うん。まさか父さんたちが来てるよ。邪魔しようと思ってるわけじゃないんだからさ、自分たちはね。お、行っちゃいましたね、バル。行きましょう。神官さんは神聖な儀式の邪魔をするとは。うん、私参列しますよ。ちょっと見ておきます。ね、神父側のね、友達なんですよ。知らないけどね。うん、やっぱり親父たちの差しがね。違うよ、魔法の石を探しにモルサガルサに来ただけなんです。ただあなた方がそれを持ち出したというので。うん、なんであなたがそんなこと知ってるのさ。適当なことを言うと承知しないんだわさ。うん、うん、そうそうそう、一つ持ってるからね。ほらね。おお、いろんな形あるんですね。なんか右側のはなんか三つぐらいありそうに見えるんですけど、形は全然違うけど何か同じものを感じるぞ。お、お、共鳴してます。おお、この光は一体え、何でしょう。おお、すごい雰囲気変わりましたよ。一気に二人の石が一緒になって光っている。魔法の石ですね、この光は。うわ、この人がドラゴンじゃん。魔物も欲しがってましたもんね、石。これで奪うつもりだったのか。あなたは、もう石のおかげで。これがさっきのボスか。磯の石にそんな力があったとはね。え、魔物もこんな普通の姿できるのか。あんたの正体は？えい。お、強い。なん、あ、そうか、愛するリムのために。お、リム無事だよ、無事。うん、ボルが、うん、生きているなら返事しやがれ。うん、心配してきてくれましたね、二人が。やっぱ親というものはね、子供が心配なんですよ。今回の騒動の張本人ってわけか。じっくり話を聞かせてもらおうじゃねえか。うん、その瞬間魔物が化けているんです。魔物言葉喋れるんですね。わあ、邪魔に次ぐ邪魔の連続。あの石が一度に3つも手に入るんだからね。うわー、いかにも強そう。魔竜のアザントですね。ボスらしいボスが来ましたよ、ついに。うん、わあ、じゃあ邪魔してすぐにこんな変身簡単にして、うーん、牧師のふりをしたんですね。さっき見ましたからね、前列全員にダメージね。うん、とりあえずこれでいこうかな。セーブもしたんで、うーん、いいでしょう。編成の終了、戦闘。
攻撃パターンのね、情報によると一旦目は何もしないと思うんですけどね。うわー、ウエシ強いぞ弱いぞよし強いぞ。で防御、あ、これは烈攻撃じゃないのか。じゃあそのまま、あ、このバンってしたのが次烈攻撃、ちっぽ攻撃きますよっていう意味なんじゃない。うん、19、5。でもこれも6ターン以内に倒さなきゃいけないんですよね。おかー、あ、でもいける。次も烈攻撃か。あの僧侶さんが間に合うかどうか。でもローテーション考えるより前に時間切れになっちゃいました。いけるかな。鉄攻撃どれぐらい食らわせる。8か。大丈夫大丈夫。でもね、真ん中の人は危険なんで移します。よかった、回復。この人もローテーションした時に回復するのか。あー、そっか、僧侶は回復できなかったな、そういえば自分自身の。そっか、きつい。はい、回して、ここもすぐに回さなきゃいけないな。40も回復する、ちょっとこれはこれはきつい気がしますね。うわ、14だし、次はまだ烈攻撃じゃないですね。回復しちゃうね。で、思いっきり攻撃、攻撃で攻撃でしょう。これ火力重視でいった方が良さそうですね。うん、終わっちゃった時間。そっか、あんまり回したくないな。防御か。攻撃力だよな、防御より。結構難しいですね。中途半端な攻撃を仕掛けても効果は薄い。じゃあとにかく攻撃でいきましょうか。戦士ってどういう、どういう能力があったっけ。編成で、あ、編成じゃない、編成終了でしょ。リファレンスの戦士です。職種じゃなくて騎士が防御補助ですね。で自回復、体力、体格や力に恵まれ戦うことが生活の一部となっている。 HP が高い種族ですか。あー、そっか、最も HP が高いのか。じゃあ一番前の真ん中はバルにしようか。バル、あ、30か。あ、確かに強い。じゃあバル、幻術師は今回、あ幻術師は今回外そうかな。でバルを一番前に置いて神官は守らなきゃいけないでしょう。あ、僧侶か。今回完全に回さない方向で行った方が良さそうですからね。ここに魔女を置いて、あー、ダメダメバルは、あ、でも隠して攻撃する可能性すっごい低いんですよね。24か30か。じゃあ王の方がいいかな。15、30、30。攻撃霊障、こうかな。あ、いや、この人の方が攻撃力強いからね。補助して、カクスケはただいるだけですね今回。でもカクスケいないとダメだもんね、防御補助したってね。まあそんなに回すことないからいいんじゃないかな、これで。まあ、回復はできないからちょっと心配ですけどね。一回も回さずに行けたらいいな。ダメだったらやっぱ僧侶を隣に置こうかな。よし、アサント戦いです。もう一回、今度こそ負けないぞ。よし、行くぞ。もう叩きまくりますよ今回。
攻撃攻撃攻撃ですよ。防御なんてどうでもいい。だってねこの2人がね30もあるんでね、8の攻撃を3回受けたって倒れない。大丈夫。最初の攻撃はね誰に来ても、あー隠すけに来たら困るな。防御はできるんですよね。お、いいぞ。31で8でしょう。でもこの攻撃力アップがねその1回だけなんですよ。まあいけるかな。ステイでね、次列攻撃ですけど、まあ右2人は剣闘士の2人は守ってもらえるんですよね。いいよいいよ。24、隠すけの後ろにあれ置いといた方がよかったな。16かーと。2回食らっちゃアウトですからね。19、あーでもいけるんじゃない。こっちの方が素早いからね、いけるいける。このまま、うん、あと1回隠すけ食らったらやられるけど素早さで勝てます。これはよし、バル、あーまだだった。よし、ゾルゴスの力で勝ちました。よかった。1回もローテーションしないのは初めてだ。初めてじゃなかったな、さっきの敵でもそうでしたね。まあでも勝てました、よかった。いや今回のは回復力が強くてね、ふふふふ、竜に勝っちゃったよ。ついに団結さえしていなければ、お前たちなど物の数ではなかったもの、それを狙ってたのかな。この人はここの2人が仲悪いから今チャンスだって感じてきたのかな。うん、結構情報知ってるんですね人間界のね。ね、魔物のね変身を見ることができるんだね。共鳴したね。うんうん、これをうまく使ったら他の石を探す手がかり。あ、そっか、ポンって出したらいきなり光り出すんですね、近くにあったら。そうだね、化けの皮も剥いでやれるぞ。大丈夫かい。うん、いざって時には頼りになるわ。そうですよ、守りましたからねさっき。刃物が人に化けるた。これで終わりというわけじゃな。仲良くなれる、ここの人たち。なんともないか。うん、世の中魔物ばかりが敵ではないからの。いこう、ボルダーはそんなことしないよ。うん、やめてよね。洞窟の中で大声出したらうるさいったらないわさ。そっち？うん、外に出ましょう。空気も薄いんでしょ、ここ。よかったよかった。仲直りしてくれれば一番いいんですけど。うん、すべて魔物が化けたあの神官の仕業だったというわけじゃな。うん、まあ無事だったからよかったね。ひどいことをするの。我が一族の者を剣闘士どもと一緒に戦わせたろう。わしはどちらか優れている方を選べと言ったつもりであって、肩を並べて戦うのを認めた覚えはないぞ。そっか、でもあの魔術師さんよく、うん、補助してくれましたね。嫌がりながらもね。魔法使いと一緒に戦わせたっていうのか。上等な真似をしてくれるじゃねえか。そこまで嫌がらんでも。そうだよね。そうそう、そうやってすぐ嫌み合うんだからね。そうだよ、別に隠れて結婚式する必要なかったんだからね、二人が仲良ければ。カルカロムさん厳しいな。お、こっちの魔術師さんたちは分かってくれるの。あ、これが一緒に戦った人たちか。剣闘士と一緒に戦わされたとな。リムのためとはいえ気の毒なことをした。そんな、
やってみて初めて分かったんですが、剣闘士と組んで戦うと思いがけない効果があるんですよ。そうだよ、うん、あれだけ手こずってた魔物が剣闘士と協力したら見事に倒せたんです。自分でこんなことを言うなんて驚きだけど、剣闘士と協力するのも悪くないですわ。そうそう、あ、ずっとなんですね。魔法使いと剣闘士は代々犬猿の仲ではないか。仲間割れして俺たちに降参か。あ、こっちの人もおめえらもか。うーん、実はそうなんで、手こずったのが協力したら一発だったってのは本当でさ。そうだね、ドラゴンだって倒したからね。青白い弱虫とばかり思ってたんですがね、どうしてどうして魔法使いやるもんですわ。おー、奴らに何か妙な真似剤でもかけられたんじゃねえのか。そこまで？まだダメって言いますか？わしらあまり違う、違いすぎる。違くていいじゃん。うん、力を合わせたからこそ二人を助け出せたんじゃありませんが。そうよ、息子娘がやられるところだったよ。うん、リュムリットさんとボルガさんだって自分たちのためだったかもしれないけど、それでも魔法使いと剣闘士が仲良くなれるってことを身をもって示したではありませんか。そうだよ、愛し合ってるんだよ。さらに友達どころじゃないですね。皆さんだって友達のため、家族のために戦ったのでしょう。職種の違いなんて小さなことじゃないですか。それにこの先も魔物は出るだろうし、多分力を合わせないとやっていけないんじゃないかな。そうそう。お、この頭の固い二人はついに仲良くなるか。もはやわし一人の固い意地なのか、これも時代の流れというものなのか。うん、わしが年を取りすぎたのかの。何歳でしょうね。あ、石の行方聞いてた人ってさっきのドラゴンか。ずいぶん前にって言ってたけどね。すみませんね、関係ない話がいきなり出てきてね。うん、ここまでじゃ争いをやめよう。ああ、やめだやめだ、分かったよ、終わりだ、好きに仕上がれ。よかったよかった、ついに仲直りしたね。うん、どうせ反対したってまた言うてするのがオチなんだろうが。そうだね、多分ね。頑張るよ。ボルガも強くなれましたよね、多分。うん、仕方あるまい。やったわさ。よかったよかった。許してもらえた途端に親父からね、お父様になりましたね。よし、仲良く町を守ってください。あのような魔物が他にもいるとすれば、それ以外に手はあるまいて。うまくいくかどうかわからんが、一度くらい試したっていいだろうよ。素直になりましょう。仕方ないね、戻りましょう。おお、剣闘士と魔法使いの町にな。いい話だ。カラスと鉄球の町。あ、ちゃんと覚えてたんじゃん。皮肉だったんだね、あれは。よかったよかった、これで安心ですね。どうにか丸く収まったみたいだ。そうだね、ここのね、広場にも二人が、両方集まるんじゃないかな。騒ぎで忘れかけていたけど、私たちまだ大事な用が済んでいなかった。石だよね、譲ってくれるかな。代々伝わってるんですけどね、少しは話を聞いてくれるようになっているといいのだけれど。まあ、家宝をね、そんな簡単に持ち出すってのはね。携帯のみんな、キルキットじゃんが。よかったよかった。あんたたち強いんだってね。それほどでもないね。
うん、誰を助けてくれただけじゃなく町の対立まで解いてくれるなんて、うーん、二人ともとてもあんたたちに感謝してたわ。お礼が言いたそうだから訪ねてあげて。まあちょうど行こうと思ってたんですよ。行ってみます、行ってみます。まあですが時間がね、うん、もう35分になっておりますので、これで今回の動画終わりますね。記録して、まあ今日はこれくらいにしとこうかな。次回からは日が変わっていますが、うん、まずは2人に話を聞きに行きましょう。よし、それではご視聴ありがとうございました。次回もぜひ見に来てくださいね。